はい、今回ですね、2021年の買ってよかったもの、ファッションアイテムですね、のベスト5をちょっと発表していきたいなと思います。はい、もうね、早いもので2021年も12月、もう半ば過ぎております、現時点でですね。まあそろそろ、今年はね、いろいろ買ってみたもの多かったんで使ってみたいね。実際買ったものが、去年じゃないものも、買って良かったものはあるかな。今年全部今年かな、買って悪かったものもね、ちょっとこの後撮ろうと思うんですけど、それは今年買ったものじゃなくて、ちょっと前に買ってるけど、今年メインで使ったものみたいなのがありますね。はい。で、それじゃあ、買って、使ってみて良かったものを発表していきたいと思いますね。はい。年の瀬です。はい。まず第5位。第5位は、これでございますね。本当お世話になりました。はい。グッドウェアのね、兄貴モデル、ANK のね、別注の、モックネックのグッドウェアの T シャツでございます。これはほんとね、めちゃくちゃ夏、こればっかり着てたと言っても過言ではありません。はい。結構ね、作りがこれ大きくてですね、私、M サイズ着ております、これ。はい。で、ただ、長袖も持ってるんですけど、長袖は M だとちょっとね、この辺が小さかったので、L を買い直しました。はい。で、T シャツも M、L2 つ私買ったんですけども、T シャツの普通の半袖の方は、M で十分かな。L だとね、ちょっとね、丈が長いかなと思ったんで、T シャツだけで着る場合は L でも全然いいんですけど、なんかこう、上にシャツ着たりとか、そういう風にするときは、こっちの M サイズの方着てましたかね。まあ、それは実際、はい。合わせてみると一番間違いないと思います。はい、ANK のね、別注の。本当に今年の夏お世話になりましたね。で、一応黒も持ってるんですけども、黒はね、あんまり着なかったですね。やっぱり夏に黒ってちょっと暑いんで、ロンティーの黒は多少着ましたけども、まあ、本当に夏は白の半袖をメインに。で、今年の秋は、長袖をメインに着てたり、あとこのカンセルの下に、ちょっとこう長袖のワッフル地のね、グレーのやつを重ね着したりしてましたね。本当に重宝してます。でもう何十回と洗いましたが、全然へだることもなく、もう生地もしっかりしてますね。なんか首がよれたりとか、そういうこともすることもなくてですね、はい、もうピンピンでございます。はい。ちょっとあれ、シワが入っちゃってますけど、クローゼットしましたんでね。はい。めちゃくちゃおすすめですね。はい。特になんかこう、言及することがないというか、本当に生地、で、そんなに暑すぎないので、夏もそんなにこれ一枚着てて、わあ、暑いなっていう感じもしなかったですね。なので、ちょうどいい、はい、アイテムでございます。はい。はい、それでは第4位でございます。4位です。こちらです。でーん。でーん。これです。はい。ベックマンの直営店限定の、2E モデルですね、まるでね。ほんとこれは私はこれ、言葉がおかしいですね。本当にこれ私安心ぴったりでございます。はい。レッドウィング自体、もう本当に久々に、買わせていただいて、別注モデルとか買ったんですけど、純正のこのやつは本当に久々で、で直営店で新宿のね、ブラックストアで、買って 2E モデルがラスト1足でこのサイズが私のね。で後で気づくんですけども、その時サイバーテロにあって、レッドウィングが大変な時期で、その中でもなんとか買うことができました。そしてこのベックマンのこのモデルは、まあ、終売と、いうことで、ちょっと今後どうなるかまだ発表されてないですよ。現時点ではなかなかちょっと、寂しくなりますけども、まあ新しいモデルが22年23年には発表されるということなので、それを待って、まあほぼほぼ変わらないとは思うんですけど、多分そのサイバーテロにあって、そのちょっとね、工程が分かんなくなっちゃったり、その製造番号投資とかがそういうの難しくなったんで、その辺をなんかちょっといじるのかなぐらいだと思うんですけど、今ねベッドのフラットボックスみたいなのが発売されてますけども、これは
バットボックスのこのつま先にこうスチールが入ってないモデルではなく、ちゃんと入ってるモデルですね。はい。ほんとこれ、ベックマン。もうこのね、茶色で、お気に入りです。で、ほんとなんか足入れしてても、昔のね、セッターなんかも最初はほんと D ラストで痛かったんですよ。で、入っていくうちに、我慢して入っていくうちに、こう、馴染んできて、自分の足に合っていくなって言うんですけど、これは本当に最初から幅が広いんで、本当に楽ちんですね。この2Eモデルを全部のモデルに出してほしいと思います、私は。はい。よろしくお願いいたします。はい。これが、第4位でございます。はい。よいしょ。はい。続いて、第3位でございます。第3位は、ドルルルルこちらでございます。でーん。はい、バブワーの、はい、兄貴別注でございます。ANK モデルですね。はい、これも本当によくできた一品でございます。はい、私これ、大好きでございます。で、これが ANK っていうロゴ入ってないのかな、これ。ちょっと見てるんですけど。入ってない。ちょっと見つからないかな。で、これモデル名がバブワーのゲームケアです。はい。本当にシンプルなモデルで、まあ、バブワーといえば、ソロウェイとこのゲームフェアから始まったと言っても過言ではないんですけども、まあ、バブワーっていうと、オールドジャケット、オイルをね、染み込ませて、結構、ヴィンテージのものだったら匂いがきつかったり、現行のものでもちょっとしっとりとしたりとかでね、なかなかちょっと着るのが難しい、上級者アイテムだと思われがちなんですけども、これは、普通のクロスオールドクロスじゃない、油が入ってないので、まあどこでも着ていける、はい、その油の匂いももちろんないですし、普通のクロスで、本当にオイルが染み込んでないので軽いんですよ、普通のオーバーと比べて。でめちゃくちゃ着心地がいい。でバブワーって黒が本当に珍しくて、当時はね、今は普通に売ってますけど、ヴィンテージのバブワーでブラックってなかなかないんですよ。で、ブラックで、中がブラックウォッチという。このね、組み合わせが憎いですよね。で、あとパーツがゴールドというね、これ多分使い込んでくると、これがだんだん渋くなってきて、シルバーっぽく見えてくる感じがね、うん、なかなか私は好きだなと思います。はい。あと、こっちにフードつけられると思うんですけど、このフードはね、ANK の別注で出てなかったと思うんですけど、ちょっとすいません、記憶違いでしたら申し訳ありません。出てたら、あ、売ってますよとかいたら教えてください。はい。で、竹缶もゲームフェアなので、私これ、ビジネスでも使っております。はい。スーツの、グレー系のスーツを着るときにはこれを合わせておりますし、まあ、ネイビーを着るときにはね、ラベアハブのキルティングコートが今着ますけども、はい。非常におすすめでございます。軽くて、おしゃれで、そして暖かい。で、ライナーもつけることが、これは、これね、ライナーの装着ジップがついてますね。ライナーをつけることができます。で、ライナーをつける際には、2サイズ上のものをつけるといいみたいです。このモデルに関しては。これは一応38なんですけども、40、42のもののライナーをつけるとベストですね。私はちょうど42のライナーをビデールのものを持ってるんで、ビデールのライナーとこれをつけることは、ゲームフェアのような、互換性があるみたいなので、つけることは可能みたいですね。はい、これが、アニキベッチュのバボーのね、ゲームフェアが第3位でございます。はい。それでは、第、2位ですね。はい。はい。第2位はこちらとなっております。じゃーん。はい。エンメティのシングルライダースでございます。はい。これはね、今年の初めに注文してゴールデンウィークぐらいに来たんですけども、まあ、着やすいです。まあ、着やすくて軽くてしなやかで、本当にトラブルレスというかね、これは本当ね、めちゃくちゃ着やすいですね。でサイズもカスタムしてもらって、普通、このジップがゴールドだったり、ガンメタだったりするんですよ。なのに、私はこれ普通のクロムシルバーにしてもらって、はい、作ってもらいました。はい。で、意外とこれタイトなんですよ。細身で。なので、私は、ワンサイズ上、52かなと思って52来たら、ちょっとね、肩幅がすごく狭かったんで、これ54でいろいろこう、袖丈いじったりとかしてます。はい。ちょっとね、身幅が広いかなっていう、ちょっとダイエットして痩せたんで、あれなんですけども、中にこう、トレーナーとか厚手のセーターとか着る場合は、こう、少し、
ゆとりがあった方が来てて楽かなと思いますね、うん。まあ、でもタイトに着たい人はもうワンサイズ下とかでもいいかもしれませんね。なので、うん、まあ、その辺はちょっと お好みですかね。だけどこの革質エンメティのナッパのね、めちゃくちゃ柔らかいんですよ。でこう軽いんで、なんかね、こうライダース革ジャンを着てる感じがしないというか、あと形がこう綺麗なんですよね。これエンメティのユリってやつのモデルなんですけど、まあスタンダードなモデルなんですけど、本当にいいですよね、シングルライダースの。もう極みと言っても過言ではない。でこれに関しては本当にね、決して安い革ジャンなんで、まあ、10万超えてくるので14万とか15万ぐらいするのかな、まあ安くないので何着も持てるわけではないんですけども、本当にね2着3着いく方の気持ちは分かります。色も、豊富ですし、それから素材、あの形もいろいろありますし、なんか薄さ厚さもいろいろあるので、本当に、ね、これをこうコレクションっていうかね、アイテムとして全部綺麗なんですよ。色味がブラウンにしてもスウェードにしてもなんかね、色もパターンがあるんですけど、本当に形とか色味が綺麗で、で今年なんか夏9月ぐらいかなんかにこういろいろこう赤とか緑とかいろいろこうブルーとかのオーダーもやってたんですけど、本当に綺麗でしたね。私ねイエローのスウェードをちょっと買いそうになっちゃっていや、なんとか踏みとどまったんですけど、本当にそれぐらい良かったなと思いますね。はい、おすすめの一着でございます。これが、MAT がね、はい、第2位ということですけども、はい、で残すはねいよいよ第1位ということですが、はい、はい、第1位はドゥルルデーン、これです。グッチのねホースビットローファーでございます。これですね、はい、これでございます。これね、もうびっくりするぐらい私の足にあって、こうここに線が入ってるじゃないですか、こういう風に。でこれ踏んで履けるんですよ、スリッパみたいに。こういう風に、わかります？グッチのフォースビットローファーを踏んで履くというのでん、裸足とかで履いてもいいですし、なんかね、くるぶしまでのソックスあるじゃないですか、あれで履いて履くのもいいですし、めちゃくちゃ柔らかくて革が、でめちゃくちゃ履きやすかったですね、これね。でなんか足に合った靴を履くと疲れないって言うじゃないですか。でそんなことないよ、疲れるよなと思ったんですけど、これはね私の足にぴったり合ったんで、本当に結構歩いてても別にクッション性とか何もないんですよ。ここはラバー貼ってもらいましたけど、滑らないように。全然疲れなかったの、歩いてて。これはびっくりしましたね。で決して幅広のモデルじゃないんですよ、これ。細いですよね、なんかシュッとして。だけど、ね、このでそんなにぐにゃぐにゃかって言われると、まあ、かかとは柔らかいですけど、まあ、柔らかいしなやかですけど、そうでもないんですよ。だけどもピタッとこう吸い付いてくるような、うん、まあ、薄いからだと思うんですけど、これほんとめちゃくちゃ夏場愛用しましたね。お世話になりました、これ。で冬だとちょっと、冬でも履いてる方いらっしゃるし、冬でも大丈夫ですよって言うんですけど、冬はねちょっといろいろブーツとか他のものも履きたいので、これでちょっと夏専用機にしたんですけども、いやこの夏、まあ秋、春口から、春じゃん、買ったのが夏かな、うん、夏だったんで、これはほんとね、もうきれいめな格好、ジャケット、ジャケパンなんかするときにはもう絶対こいつみたいなね。でこれはね、ほんとね、茶も欲しいなと思いましたけど、多分ね、茶がね、なかったんですよね。うん、この黒。これね、ダメになったとしたら、ほんと修理出したり、ほんとダメになったとしたらもう一足買ったりすると思います。はい、めちゃくちゃいい。これ名品中の名品ですね。このビットローファーっていうのはそもそもグッチが出したものなんで、もうほんとね、グッチのホースビットローファー、これはめちゃくちゃおすすめですね。いい靴、いいビットローファー。ちょっとおしゃれないい靴が欲しい方はこれ本当おすすめします。これが私の2021年買った中でベスト1でございます。はい、よいしょ、ちょっといたしまいますね。
はい、というわけで2021年買ってよかったものベスト5でしたね。5位から1位まで、発表しましたけども、5位がアニグッドウェアの、ね、T シャツ、さあ4位が、レッドウィングベックマンの2インモデル、3位が、バブアのね、アニキベッチュモデルのゲームフェアですね。それから2位が、エンメティのライダース、それから1位がグッチのホースビットサンダルということでね、ずらずらっとやってきましたが、皆さんはいかがだったでしょうか。はい、2022年もねいろいろ買い物すると思うので、また来年、買ってよかったものを、ね、発表していければなと思います。はい、一応あの、5位から1位まで発表したアイテムは、ね、あればアイテムリンク貼っておきますので、ご興味のある方は、ね、ぜひご覧になってみてください。はい、それからねモチベーションアップのチャンネル登録とグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。はい、あとね各種 SNS やってます、Twitter、Facebook、Instagram、概要欄のリンク貼っておきますので、ご興味のある方はねお気軽にフォローいただければと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。今回は以上です。バイバイ。